王と外郭。はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。ではエルデンリング復帰編ですね。レルビアを使って、攻略していってます。一応盾装備しとこう。では王とローデールまで来ましたので、王とローデールを進んでいきたいんですけど、一回もここをやったことないんで全然わかんないっす。王とローデール、ゴッドフレイ前ですね。で現在レベルが69で、ちょっとここの適正レベル全然わかんないんだけど、今生命力が35、これあのラダゴン込みで35なんで、素の生命力は30ですね。ちょっと生命力素で40欲しいなって思い始めてきたので、きつかったらまあレベル上げて挑んでいこうかなとも思います。まあ、レベルは高ければ高い方がね、もちろんいいんで。最初のゴッドフレイ投げてきた。あの動きは全然わかんないからね。痛い、やばい。そろそろ火力がきつくなってきたか。でゴッドフレイってこれなんかさ、本体じゃなくてこの霊体的な感じじゃん。霊によって出血すんのかな、それがわかんない。ここ好きだな。あのじゃこれは結構範囲が広いから間合いを取った方がいい。もちろんちょっと盾も構えながら行かないと。あれが2回ちょっと来てドン3。どこだ、どこで終わるこいつの攻撃。でかい隙がどこだか分かんない。探検のいいところはいて、振りが速いからなんかちょっとした時に一発入れられるんだよね。ただ攻撃力が弱いからディレイかけてくんな。痛い。ラダゴンでどれだけ火ダメが増えてるかだよね。まだこのレベル帯だったらラダゴンつけてた方がいいとは思うんだけど、ちょっともう最初は3つ、こういう時にさ、ほい、で長いリーチが長い。あやばい、この後に一発いられるな。探検の場合はよし、まあ、なくなるけど、この後追ってるんだよね。やっぱ出血してないな、血がなさそうだもん、そもそも。1、2、3、4まである。あ、突進してきた。そうそう、回復満点。ドンドン、ここ2発いく。これリーチがないんだよな、意外に深く食い込んでくる。これの範囲がどれくらいか、こういう時に一発入れられてるね。いやー、やっぱレルビア1本だときついかな。この連続振りだな、これをいかにしのぐか。もう霊薬しかない、回復が。はい、どこだ。あ、これディレイだ。めちゃくちゃ攻撃してくんな。あ、やべ、これ動きを見ないと。これこの範囲だったら大丈夫か。一応回収して、回収できない。しまった、欲張った最悪だ。まあちょっと何回か挑戦しますか。よーし、この中距離で出血っていうか攻撃が狙えるのがいいな。お守り袋もゲットしたし、レベル上げますか。ちょっと生命力触れるだけ振っていきます。3上げられるね。よし、
まあ、確かにリーチ短いけど、もう両手持ちにして血陣をなんかもう中距離で狙っていけるときは狙っていった方がやりやすい気がする、まあ、出血しない敵だとちょっと厳しくなってきたけど、これ連続ボス？どなたか存じませぬが、もうおっと、ちょっと待って、大丈夫か？お、呼ぼう。全然鍛えてないけど、超高士カールマン、結構食らってんだもん。ちょっとかさ、あいつの攻撃なのかさ、カルマン死ぬ！ちょっと鍛えよう。てか、位牌、何がいいのか、あ、自分で回復してんじゃん。何がいいのかをちょっと確認してみましょう。野菜を頼らないとな、無理だからね。カルマン死ぬな。死にそうだ、死んだ。あんまり手に取れなかったな。てか強い。ちょっと鍛えよう、いろいろと。一個だけ試したい、マルギットの高速。あ、いけんのか。じゃあレルギアでザク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 いけるな。なるほど、これは結構勝機が見えてきたな。今回はまあちょっとこれを試したかっただけだからもういいんだけど、では映し身を取りに来ました。すっぱだか状態です。で、こいつはなんか自分と同じ装備をしているみたいなんで、すっぱだかで突っ込むとすっぱだかで出てくるらしいんで、で、そしたら装備を整える。痛い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 。全然食らわねえんだけど。まあ今のうちにちょっと殴られながら装備でも整えていきますか。一応ね、あの騎士装備にはしてるんですよね。どれだ、騎士装備。騎士。俺はどんどん硬くなっていく。お前ごとき。全然減らない。しかも裸だから出血もあれじゃん。俺が圧倒的な力。うっとしな。ひたすらゴリ押すか。かわいそうだな、こいつも。した。ただ俺より全然ヒットポイントは高いが無駄。うつしみのしずく。なんか仮面手に入れたな。あれ、経験値もてかルーンも意外に持ってた、もしかして。じゃあちょっとうつしみを鍛えていきたいと思います。さらばで、結局ここの奥に来なきゃいけないってことだったね。うつしみの位牌、あいつ倒しただけじゃダメだった。夜の神域に来てさらに奥へと進んできました。じゃあこれで本当に鍛えていこう。じゃあ準備万端でいきましょう。まずは黄金樹に誓ってで、レルビアに変えて霧の花入って、映し身を使っての、あとはなるべく近くで拘束したいからね。連発入れるために。てかあいつどうなってた。うちの映し身くんどうなってる。あ、いってるいってるいってる。やばいやばい、拘束しよう。ちょ待って待って待って、あ、頑張ってんな。耐久力すげえな。拘束しよう。はい、で、こっからレルビア祭りよ。いっけいっけいっけ、うん、当てろ。いやいや、待って待って、間違えてきた。回復しようとしたら高速軍になったままだ。だいぶ減らしたな。あと俺はもう中距離で塩を当てていこう。ここは当たらないか。当たる。あ、いて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 、やばいやばいやばい、これ一撃で死んでたらやばいぞ。あいつも飛ばしてんな、いいね。死んだわ。
だがもう終わりだ。拘束できたのがマジでいいな。もうおっと、ダイルーンゲット。というわけで意味をもうゴッド、これにて終了。血の指起きな。どこだ、いた。お前の死残結果が欲しい。二刀流してんな。一応一発入れればひるむな。先手で入れればなんとかなりそうだ。さすがにつれ2発は無理だな。やっぱ出血狙おう。あいつが攻撃しようとした瞬間、探検の速さを生かす。少し構えが出るね。その隙に一発入れる。出が早いのが探検のいいところ。ただレルビアみたいに血を飛ばしてくるとやばいよな。あんまり深入りはしないことじゃない。痛い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 。すっげえ変だけど。いや、肉を切らして骨を断つ。やばいやばい。もうやばいしか言ってない。よし、このあと一発くらいか。終わりだ。終わらない。血の指大きな。飛ばしてきた。ここだ。よーし、倒した。乗り換えよっかな、レルビアから資産結果に。そもそも使える？沖縄麺。沖縄麺ってなんか、血の攻撃力が上がったりするんだっけ？これどうやって見るんだ？歯を剥く老人をかたどった木の仮面。あ、技量を高めるんだ。技量が高まるけど、いくつ高まる？今、26から29だから3か。で、正気耐性が失ってしまうとか下がっちゃうけど、まあまあまあって感じだな。まあちょっと技量を見つつこれをつけるかどうか考えよう。てかそもそも資産ケースが装備できんのっていう。どれだ、これか。技量18、神秘20、いけるな。これってどうやって鍛えるんだ。ちょっとまだ全然プラゼロだから弱いのはしょうがないとして、ちょっとやっぱ振りを確かめよう。やっぱ長いな。いいな。獅子類類なんかいける。押してる限りは1,2,3,4,5,6発くらいはいけんのか。ちょっと大祝福に帰ろう。それでまあ、模色の胆石で鍛えるんだろうけど、どこまで鍛えられるかだよね。まあ、4までは維持が例によって売ってるから、5、6、7あたりをどこまで持ってるか。それによってはまたちょっと回収しに行かないとな。どこにあるかさすがにもうわからんし。模色の胆石1、2、3、4、5、6も持ってんな。7がやっぱりないのか。7から先をちょっと回収できたら回収しようということで、ちょっとレドビアから死残結果に切り替えていきたいと思います。レドビアもだいぶ強かったけどね、やっぱり。まあ、あの出の早い探検なんで、まあ、ちょっと敵によって死残結果を使っていくか、レドビアを使っていくか、まあ、そんな感じで進めていきたいと思います。それではね、巨人たちの3例、火の巨人ですね。もう1回すでに負けてます。まあ、一応いきますか。黄金樹に誓って。で、入ったら移し身。プラ8まで鍛えたんだよね。使っていきましょう。で、霊薬使って。黄金樹に誓って早かったな、多分これ。使うのが。あれ、どこにいる？あ、こっちか。さすがにね、もう火力が不足してる感じがするんだよね。ちょっと足元に行こう。痛い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 。あれ、うちの薬どこ行った。まず出血が重要。ほら、
痛い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 、火力が違いすぎる。え、まずくない？黄金銃に近づいて切れてる。まだ上回ってくれてるじゃん。最初はね、足元で全然いいと思うんだけど、これになったらどうするかだよね。ちょっと、前行くか。前行くとやっぱり痛い。レベルが足らんかな。で、レベル上げといえばモーグウィン王朝なんですけど、自分オフラインでやってるんでオンラインになってないんですよね。なのでモーグウィン王朝行くのって正攻法で行かなきゃいけないんで、ここをね突破しないといけないんですよ。それがきつい。このニアールを倒さなければならない。うつしみ頼む。もううつしみなしじゃ無理だよ。うつしみあっても無理だからね。いた、遠距離。なんかめっちゃ被弾してるけど大丈夫か。お、こいつ倒せそうだな。よし、俺はひたすらそこから。うつしみって死んだらもう一回呼べんのか。よし倒した、頼むぞ。回復も常にしておこう。安心だ、生きてるな。さすが。あ、しまった、もうあれがない。青1回めっちゃ耐えてんな。こっち来る。で、シミが死んだらまずい。でもシミ体力でなんとかなったんだ。いけるか、もう1回させますか。まだ死んでないのか。あ、無理か、1回しか呼べないわ。じゃあなんとかするしかない。もう半分くらいか。ちょっといい、単間合いを取って全開にしてから来てるな。中距離にいて、やばい、フロストバイトなのそれ。これがかわせない。どの距離だ、これ一発いけんじゃね。雷ドーン、よし、めっちゃ当てた。スタミナを削りすぎたな。これ届く。もう一発くらい。あ、やばい、しくじった。出血しろ。ご了承しすぎたわ。オッケー、今度は大ルーン付きでいきましょう。で、やること一緒で、黄金銃に誓ってはちょっとな、俺は使いこなせないんで、だったら外から刃を打ってた方がいいかな。どちら、いっていっていって、しかしここは狙ってこう。出血しろ、よし、1匹で、外から狙って、なるほど、間合いを詰めていくんだな。ちょっと待って、あいつが1対1になってしまった。先に倒さなければいけないというのに。ディレイが激しいな。もう半分以上減ってる、やばい。こっち来てるし、出血しろ。どっから減ってる。さあ、あと4分の1くらい。ホワイトした、やばい、頑張ってはいる。出血したね、1回ドン。この後だよな、ドンの後にさっきめちゃくちゃダメージ与えられたかな。ドン、遅い、回避が遅い。もう一回回復で、歩いてくるときに一発入れよう。この間合いだったら
一発ずついられんじゃね。でジャンプしてドーンドーン、ちょっと短い距離。なるほど、あれが蹴りか。でこの場合は一発でジャンプしてドーンドーン。あ、なるほど、これ歩いてかわせんな。いて、これはなんだ。でこの間合いで一発入れて、でジャンプしてドーンで左回りの2発入れられるだけ入れる。よくまだ、よし、なるほどなるほど。義足 2R 撃破した。これでモグミ王朝へ行ける。もうね、めっちゃレベル上げしてきました。でレベルを130まで上げて、神秘は60、生命力45まで上げてます。まあ、あとちょっと技量とかにも振ったりはしましたけれども、まあ、こっからさらにルーンの子を使っていざ鎌倉で、最初馬に乗るでしょ。馬に乗って接近をしよう。やっぱ足元だね、足元に入り込みたい。で最初のこの分をね、なんかどうすればいいんだ。ジャンプでかわせねえんだけど。で回復はしておこう。やっぱりで写しはちょっとね、第二形態になったら使おうかなと思ってます。やっぱこの足が安定だよね。多分で足ドンはまあかわして、なんかこれ防具が外れるの、防具ってわけでもないよ。右足はなんか防具つけてるしね、輪っかみたいなやつで火が出てきて、ここまだ多分足元で大丈夫だと思う。本当に全然ダメやんけ。体力がだいぶ多いからね、もう支配瓶2本飲まないといけないんだよ。もう一回出血させられれば、これ足と、待ってこっち、血の君主の歓喜だっけ、あれで取ってきたんですよ。そろそろじゃない、スタミナ管理が全くだな。これ倒せる、倒せない。ちょっと6個だいぶ使っちゃったな。でかいからさ、入り込むのにも苦労するんだよね。ダスタミナ回復させて、やっぱ連続攻撃をしたいからね。第二形態になったらとりあえず呼びましょう。で回復させて、馬乗る。でちょっと炎が出てる間は足元危険なんで、逃げ回って落ち着いたら近づこう。あの子やられてんな。で馬上攻撃力ランスのタイプまで上げてるんで、ちょっと絶対来た。痛い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 、取れとかやられた。これもうぐちゃぐちゃだよね。一回体勢を立て直そう。あ、トレントちゃんのために一個使ってしまうのか。あれかな、なんだっけ、ターゲットしない方がいいかな。ターゲットしちゃうとちょっと倒れてる時にこれやっちゃうんだよね。なんか R3 をさ押し込んでさ、移動中に馬を降りてしまうっていう、わかんねえけど、やばいやばいやばい。もうちょい頑張ってくれ。うちめどこ行った、まだ生きてるよね。
さすが耐久力ある。よし倒した。なんとか倒した。やっぱレベル上げると全然違うね。火の巨人の強くゲット。というわけで、崩れゆくファルムアズラに、到着しましたので、今回はここで終了したいと思います。結局資産欠が、最後まで鍛えてないっていうのがあるんですけれども、使ってないですね。プラ7なんで。であと炎がくっついてるんで物理の殴りがどうかなっていうところです。でレルビアがもうプラ10になってるんで、物理193の210なので、出血40じゃなくて94あるんで、ちょっとやっぱね、レルビアの方が今のところは使いやすいですね。やっぱリーチが短いっていう欠点はあるんですけれども、ちょっと自分はまだ死産結果を使いこなすだけのスキルがないんでちょっとレルビア中心にやっていきたいと思います。そんなわけで、今回はここで終了します。レルビア編次回最終回になれればいいかなという感じでやっていきます。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録高評価していただければ幸いです。